お疲れ様です。お疲れ様です。第17試合無差別級ワンマッチ、たくま選手対ヘズマリュウ選手で出場されたヘズマリュウ選手のインタビューを始めていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず率直に試合の感想を教えてください。たくま強かったです。うん、本当にね、はい、ただただ強かったです。うん、それだけです。はい、この試合のために努力した部分たくさんあったと思いますが、はい、自分の力出し切ることはできましたか？いや、前半良かったんですけど、うん、後半でどうしても相手に気持ちで負けてしまいました。いつもとは違った強いヘズマ選手見れたと思うんですけど、はい、次の試合に向けて思うことなどありますか？そうですね、もう多分今何度も試合に出ても同じ結果になると思うんで、しっかりと練習した上で、うん、もう多分もう当分先になると思うんですけど、うん、体重も落として、はい、自分で強くなったなと思ったら、うん、自分からお願いしようと思います。わかりました。またいつか出られる可能性があるということで、はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。では最後にすいません、カメラに向かって一言お願いします。はい、今弱いけど絶対強くなる、俺見ちょけ、覚えちょけ。以上です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。